宮古島3泊4日の旅、いよいよスタートです。いつものことですが、朝食をしっかりといただきました。ホテルグレイスリー那覇さん、ちゃちゃんはまた泊まりたいと言っていました。今度那覇に泊まることがあればそうしましょう。ユイレールに乗って那覇空港へ向かいます。那覇空港駅到着です。ユイレールをお見送り。今度は新しい水族館にも行ってみたいですね。これから宮古島に向かいます。天気は曇りのち雨だそうです。予報では曇りのち雨、掲示板には晴れ。どうなるんでしょうか。さあ、いよいよ宮古島へ向け搭乗です。ここでジンベエさんデザインのトラクターが見えました。かわいいですよね。 JTA557 便宮古島行き、プッシュバック開始です。それではグランドスタッフさん、行ってきます。まもなく離陸です。毎度のことながら、離陸からの上昇旋回、景色がいいですよね。早送りでもやめられません。ここで綺麗な小島が見えました。なんていう島なんでしょう。スマホでちょっと調べてみましたが、わかるわけないですよね。今回の宮古島、日程はほぼ去年と同じです。去年は季節外れの台風2号が接近。さすがに直撃はなかったものの、もろに影響を受けてしまいました。おっと、綺麗なリーフが見えました。まもなく着陸ですね。奥には池間島が見えます。さあ、着陸です。宮古空港ターミナルも見えましたよ。ボーディングブリッジを進み、今年もマスク守るくんの看板がありました。ゲートを出れば凛々しいシーサーくんのお出迎えです。じゃあ行きます。空港から10分ほどのレッドドラゴンさんへ向かいます。ここでレンタカー屋さんのお姉さんからのプチ情報が3つ。まずは昨日までは天気が悪かったこと、それとこれから向かうレッドドラゴンさんのシュリンプ、辛さはちょい辛がおすすめらしいです。最後に17エンド、干潮らしくビーチが見えるかもしれないとのことでした。あ、でもエアコンこのぐらいでいいんじゃない。キンキンに冷えるよりいいよね。600m、 もっと先、450、もっと走る。レンタカーのカーナビ、沖縄というわけではないのかもしれませんが、やはり離島、ちょっと古めなのかもしれませんね。毎度のことながら、伊良部大島へは毎回フェリーでの案内になります。ということで、いつも Google ナビのお世話になっています。でもこれがちょっとスマホなのか分かりませんが、毎回細い道に案内されます。前もこんなような道走んなかった。あっちのまっすぐ行って左行ってもっていう感じだよ。親切なんだけど、毛が効いて間が抜けてるって。いつも遅い道に案内されるからといって、ちょっと言い過ぎかな。これも毎度のことです。そろそろ到着となると間違えます。行き過ぎたり、手前で曲がったり、反対前曲がったり。今回は U ターンして到着です。その日陰にするか。ここパーラーレッドドラゴンさん、肉巻きおにぎりとガーリックシュリンプが美味しいお店です。うん、から恐ろしく辛くなる。
うん、ライムダメなんだって。ああ、ライムダメだって。今回は朝食をしっかり食べているので肉巻きおにぎりはパスですね。食べます。窓口に向かい注文。雰囲気のある BGM なんだけどちょっと大きすぎるような気が。そういえばガーリックシュリンプのお店、なぜバスが多いのでしょう。ちょっと調べてみたところ、もともとは移動販売がメインだったようですね。ガーリックシュリンプ何？あ、そうですね。これで自分のお家で買って、うん、これ1本買って帰ろう。またまた買うのを忘れましたけどね。そこの傘でもいいし。店の名前にあるレッドドラゴン、迫力があります。今回注文したのはガーリックシュリンプの S、 エビが6匹ちょいからです。朝食をしっかりとったおじいちゃんとおばあちゃんにはちょうどいいかもしれませんね。お店の人にエビの殻を食べる人はどのぐらいいますかと聞いたら、だいたい半分半分らしいです。G の私は殻を食べるのは1匹分が精一杯。千葉ちゃんは全てを完食。参りました。昼食後に向かったのは宮古島市熱帯植物園です。宮地どうでしょうか。12万平方メートル、東京ドーム 2,3 個分みたいですね。お馬さんもいるの。となく北海道ニブタニコタンを思い出します。さあ中へ進んでみましょう。なんといってもここは入場無料なのです。もともとここは琉球松が群生していた場所でした。ですが戦時中にかなりの量が伐採されてしまいました。終戦後昭和42年造園が開始され、お花が綺麗ですが現在の熱帯植物園となりました。ここの上から撮れて、何やらここで脚立を発見しました。ここまでか。じゃーん。上から見ると何やらメッセージが書かれています。脚立の高さが微妙で実際には何が書かれているのかよく分かりませんでした。動画を編集しつつ50年は分かったので Google 検索。Google 検索の結果は沖縄返還50周年花によるメッセージは50年さらなるトライへでした。木？この木何の木？わからない木。あ、涼しい。なんかのオブジェになってる。なんでしょう。結構広いんじゃないこれ。ね、展望デッキとかもあるよ。ここ上に上がっていかれるのかな。あ、なんかあるわ。なんかの火が。行く？やめとく。了解。ここからもなんか行けるんだ。これが山鳥屋敷っていう。ああ、そうだ。山鳥屋敷。山鳥屋敷。この後は展望デッキへ向かうことにしましょう。どのような景色が見られるのでしょうか。なんか匂う。でも香ばしい匂いじゃないからいいや。来た、展望デッキ。展望デッキ来ました。あ、膝に来てる。見えないよ。じゃじゃ。展望ができないぞ。ここの隙間から
周辺を見ましても展望デッキが一向に見つけられません。なんだ、かなり苦しそう。かなり、よし帰ろう。こっち行きましょう。じゃあイラブ、今ちょうどじゃあ今13時15分、移動に30分ちょっとだから。次に向かうのは伊良部大橋。前回が曇り雨だったので今回は期待できますね。上に上がる方かな。最初出だしがよく分かんないで。あ、違う、こっちだ。違う、ちょっとでも動くとさ、ぐるっと回って左に違う、右だわ。スマホによる Google ナビでの車移動の検索、動き出すまで方向がいまいちはっきりしないんですよね。エビの殻が取れた。せっかくの Google ナビなので Google ナビのボリュームを上げることにしましょう。でボリューム上げないという、ああいう時はあれだね、2種類頼んだ方がいいね、やっぱね。同じものを頼むんじゃなくて、中で食べたいね。うん、でも中にね、閉鎖って書いてあったもんね。それはしょうがないよね。目が痒くない。およそ400メートル先、左方向です。びっくりしました。さっきボリュームを上げた Google ナビの音声にびっくりする千葉ちゃんでした。あの辺がね、渋滞してる。あ、見えた、選ぶんでしょうか。見えた。ここで新しい機材、そうです、 GoPro Hero 10を自動車の屋根の上に装着、高い位置からの撮影に挑戦したのでした。見られないね、うん、青空で抜けてればもっと、ちなみに今見ている映像はダッシュボードに備え付けたスマホの車載動画になります。撮っとけ撮っていい。これが去年の伊良部大橋。曇り、帰りは雨が降ってきました。誰だっけ。でも確かこの道ってさ、車止められるような広さとかなかったじゃない。あ、もしかして写真になってただけだ。向こうじゃないの。うん。なんてこったい。疲れちゃった。疲れちゃった疲れちゃった。17円で向かいます。ゴープロ間違えて写真をしてしまいました。はあ、でも気を取り直して17円で向かいましょう。今回は1日目その1でした。 GoPro 録画はし損ねましたが、レンタカーのスタッフのお姉さんによる情報、17エンドへ向かいましょう。潮の引いたビーチが見られるかもしれません。それと牧山展望台、去年は天気が悪く諦めました。夕食はサンゴ屋さん、去年のリベンジになります。宮古島1日目その1、ご覧いただきありがとうございました。